波状雲とは、空の広範囲に広がる雲のうち、波のような模様があるもの。うね雲とも言う。運形分類では、雲界の配列による分類にあたる変種の一つ。剣石雲、剣創雲、鉱石雲、鉱創雲、創石雲、層雲,雲に現れる。学術名アンジェラタスは、ラテン語で、波のあるという意味があり、これにちなんで名付けられた。雲類に関係なく、 この雲の成因は重力波の一種である大気波だと考えられている。大気波には色々な波長があるが、短い波長の大気波が地面と平行に進んでいると、大気波によって空気が上下に動かされる。このような時に、そこの大気が雲のできやすい気温、湿度等であれば、持ち上げられた部分に雲ができ、引き下ろされた部分は雲ができない。また、波紋のように、 同心円状に並ぶ曲線の波状雲もある。向きが異なる複数の大気波が同じところに同時に、やってくると、いろいろな方向をした波状雲ができることもある。いわば水面にできる波紋が大気中でできるようなもので、それが偶然雲となって現れるものである。しかし、この雲は6つの雲類で見られるため、珍しい雲ではないが。ただ、騒音などではほとんど現れない。 また安定した波動により、同じ場所に長時間滞留することがあり、このような一見通常とは異なると感じられる、特徴から地震雲として紹介されてしまうことがある。放射状雲とは、基本的に同じ成因であり、見え方が異なるだけである。波状構想雲2009年、A、雲評価学会によって、新種認定された雲に、アスペラトゥス波状雲がある。アスペラトゥス、 アスペラータスとは、荒々しい、荒れ狂ったといった意味であり、アスペラトゥス波状雲は日本語にすれば、荒京波状雲となる。近年発生が頻発しているが詳しい原因は、わかっていない。ありがとうございます。